こんにちは、ドラキテチャンネルの西です。今回ご紹介するのは東京の歴史を感じる街、浅草。都内最古の仏教寺院浅草寺の歴史を知ることで旅をより深く楽しむための動画です。家で見るのはもちろん、浅草の現地で音声ガイドとして聞くことができます。ご紹介するスポットはこちらです。浅草で見るときはチャプターからスポットを選んでご覧ください。浅草駅から徒歩数分、最初に見えてくるのはこちら、雷門です。雷門は西暦942年、平安時代に平君政という武人によって創建されました。歴史の授業で平将門という日本三大怨霊の一人、そこそこ有名な歴史上の人物を習ったかと思いますが、そのいとこが雷門を建てた君政です。今から1100年前に初めて創建された頃は別の場所にありましたが、鎌倉時代に現在の場所に移転してきました。門の左右に立つ雷神と風神はこの移転の際に奉安され、浅草寺を洪水や火災から守ってくれるとされています。雷門の正式名称は風雷神門と言います。移築の後何度も焼失と再建を繰り返し、現在皆さんが目にしているのは1960年に再建したものです。パナソニックを創業した松下幸之助さんの寄進により再建されました。さて、雷門といえばこの巨大な赤ちょうちん、高さ 3.9m、幅 3.3m、重量はおよそ 700kg にもなります。意外と知られていないのがこの提灯、下から見上げると見事な竜の彫刻が現れます。浅草寺秘仏の観音像が発見された時、金の竜が現れたという逸話にちなんで彫られたのがこの竜です。雷門をくぐって見えてくるのは仲見世通り。仲見世商店街とも言われ、日本で最も古い商店街の一つです。江戸時代に入ると江戸の人口が増え、浅草寺への参拝客が増加、にぎわいを見せます。もともと境内の掃除を担当する人たちがいたのですが、にぎわいが増すに伴い境内や参道上に出店営業の特権を与えられた。これが仲見世通りの始まりです。西暦1700年前後の話です。その後明治時代に入ると寺社の所領が政府に没収され、浅草寺の境内も東京府の管轄となりました。1885年、東京府は仲見世全店の取り払いを命じ、レンガ造りの洋風豊かな新店舗にリニューアル。この頃の仲見世は現在皆さんが見ているものとは全然違い、赤いレンガ造りなんですね。その後関東大震災や第二次世界大戦により2度壊滅的なダメージを受けましたが、仲見世の人々の努力により復興、次第に現在の姿になっていきました。夜の浅草寺を訪れると仲見世通りのシャッターに描かれた浅草の祭事を見ることができます。これは浅草絵巻と呼ばれています。仲見世通りを抜けて見えてくるのは宝蔵門。めちゃくちゃでかいですね。雷門同様に942年平君政によって創建され、もともとは仁王門と呼ばれていました。現在でも門の両端に力強い仁王像が奉安されています。仁王像は金剛力士像とも呼ばれ、一般に阿行、運行の一対で安置されます。名称が宝蔵門に変わったのはごく最近で1964年のこと。第二次世界大戦で失われた仁王門、大谷重工業の社長ご夫婦の寄進により再建されることになりました。大谷重工業の社長は東京を代表するホテルニューオータニを建設した方でもあります。話がそれましたが、この再建の際に内部に酒造室が設けられ、
浅草寺の重物を主導していることから宝蔵門と呼ばれるようになりました。門をくぐると巨大なわらじが。運行の製作者の出身地のご縁で山形県村山市の宝山会により奉納されており、おおよそ10年ごとに交換されています。現在のものは2018年に奉納された8代目のわらじです。このわらじは仁王様の力を表し、このような大きなわらじを履く者がこの寺を守っているのかと驚いて魔が去っていくと言われています。宝蔵門の左側に見えるのは五重塔。外から見ると地面上に立っているように見えますが、実は塔院の上に立っており、高さは53メートルもあります。最初に塔が建ったのは942年、雷門などと同じ時期ですね。当時は三重塔で本堂に向かって左右に一つずつありましたが、江戸時代に再建された際、片方だけになったそうです。明治時代の修復時には塔の周りに組んだ足場を登れるようにして、参拝者から見学料を集め費用に充てたそうです。現在の五重塔は殿拝に永代供養のため位牌を納めているご家庭は登ることができ、中は螺旋階段になっています。江戸時代以前は中は真鍮が通るだけの空洞になっていて、地震に強く1855年の安政の大地震でも瓦が落ち、クリンが曲がっただけで済みました。当時の人たちは曲がったの語呂合わせで間が通ったと言っていたそうです。この真ん中を空洞にする構造はあの東京スカイツリーでも採用されています。さて、本堂に向かう道の真ん中に置いてあるのが浄光炉。お香をお供えして煙を浴び、心身を清めます。この煙は体の悪い部分を良くする力があると言われています。私は頭にしっかり目に浴びておきました。次はお水屋で身を清めます。こちらの像は龍神像、1903年に作られています。天井にも龍が描かれていますが、こちらは1964年に描かれたものです。龍や龍神は仏教を守護する存在であり、また水を司る神様であるとされています。お清めの作法としては、まず左手を清め、次に右手を清め、左手の水で口を清め、最後に柄杓を立てて持っていたところに水を流して清めるという流れになっています。それではいよいよ本堂にお参りしましょう。立派な建物です。最初に創建されたのは628年頃とされています。創建期の姿は絵巻物に記録されています。これまでになんと20回近く再建を繰り返してきましたが、そのほとんどが湿気やら暗い炎症による焼失が原因でした。最も長かった本堂は1649年、あの徳川家光が再建した旧本堂で国宝に指定されていましたが、1945年第二次世界大戦で失われてしまいました。その時には本堂から少し離れたところにある淡島堂を仮本堂としてご本尊を安置していました。現在の本堂は旧本堂の姿を基本としつつ、鉄筋コンクリートで1958年に再建されたものです。当初は本瓦を用いていましたが、安全強化のために重さが3分の1のチタン瓦に吹き替えられています。堂内に入っていきましょう。皆さんが立っている場所は下陣と呼ばれる場所です。正面のお賽銭箱の上の額、何と書かれているか分かりますか？これは
恐れなきを施すと書かれており、観音様を意味しています。そのまま天井を見上げると中央に龍が、その左右には天人が描かれています。江戸時代の旧本堂にも天人が描かれていたのですが、当時の人々は観音様だけではなく天人にも祈願をしていたそうで、いろいろの願いを天人聞き飽きると読まれているそうです。天人が意外と冷たいの面白いですよね。お参りの作法を確認しましょう。まずはじめにお賽銭を入れます。合掌して一礼、そして最後に軽く一礼をします。浅草寺は神社ではないので拍手はしません。下陣よりも先は内陣と呼ばれ、靴を脱いで自由に入ることができます。ただし中に入っての撮影は禁止されているのでご注意ください。正面の御宮殿と呼ばれる建物に奉安されているのがご本尊。先ほど本堂が最初に建てられたのは628年頃と言いましたが、きっかけはかなり意外な形でした。628年3月18日の早朝、現在の隅田川のほとりに住む兄弟が川で漁をしている最中、網に象がかかったそうです。兄弟は象を水中に投げてしまったのですが、何度も網に象がかかるばかりで魚は取れませんでした。持ち帰った象を調べてみると、聖観世音菩薩、つまり観音様の像であると分かり、翌日には歩道を建てて観音様を祀ったとされています。浅草寺本堂の始まりはなんと網にかかった観音様像だったというのはちょっと意外ですよね。聖観世音菩薩は世間の生きとし生けるものの恩声を感じ、その苦しみを逃れ、また願いを聞いて安楽を与えてくださる仏様です。一般には略して観音様と呼ばれています。皆様も心穏やかにお祈りをされてください。ということで、音声ガイドとして浅草寺の中でも中心的な部分について歴史を交えてご紹介しました。このガイドを聞いてどうだったか、簡単な感想で結構ですので、ぜひコメントしてみてください。また、他にも音声ガイドのリクエストがあれば、そちらもコメントしてみてください。それでは、ぜひ浅草で素敵な休日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。